撮れてるみたいな。はい、こんにちはと。はい、ここはどうも、モテサケです。はい、どうも、今日は中野織也です。はい、まず今日はどこですか。はい、下北沢の B&B という本屋さん、おしゃれな本屋さん。はい。で、はい、なんで今日ここ、なんでここに来たかというとですね、はい、まあ、いよいよ6月の23日に荒木さんの雲の中で何が起こっているか発売するわけですよ、うん、はい、でそれを世の中に広めるために、まあ、何かですね、こう新刊発売イベントといった、うん、まあ、ちょっとね、せっかく発売もするんでお祭りなんかやりたいなぐらいの軽い気持ちなんですけど、はい、でその場所でですね、まあ、とある筋からこの場所はすごくいいぞと、うんうん、B&B というね、確かに良かったです、すごいいい場所なんですよ、はい、で紹介していただいたので、うんうん、今ちょうど打ち合わせが終わったところです、うん、でおそらく7月の27日日曜日にですね、新刊発売イベントをやるというような形、うん、まあ、そこまで打ち合わせが終わったところなんですけど、うんうん、枠は2時間あります、はい、でその2時間で、皆さんにどれだけ楽しんでもらえるかっていう、ね、うん、悪だくみをこれからしようと、悪だくみというか、いや素晴らしい企みですよ ね、 ね、はい、なんですかね、まあ、まずアラケンがまだどういう話になるのか、うん、彼自身もよく分かってない段階なんで、うんうん、僕らが勝手に応援してるっていう段階なんですけど、おじさんはなんで彼をそこまで推すのかっていうのはどの辺ですかね。そうですね、なんでしょうね、まあ、まずそのアラキさんのこの本を誰に読んでもらいたいかっていうところがまあ非常に面白かったというかですね、良かったというか、まあ、現業で気象予報の現場に立っている人、それからまあ気象予報士とかっていうことで、なんだろうね、もうプロとして仕事している人にこう基礎知識を学んでほしい、でしかもそれは専門書じゃなくて非常にまあ分かりやすい形で書かれた、まあ、新たな、アプローチの本でこう基礎から学んでほしいっていうところが非常に面白かったっていうのと、まあ、実際にそんなプロレベルの人じゃなくても、うん、その非常にちょっと気になるな、うん、お天気気になるなぐらいの人たちから入ってきても非常に分かりやすい、うん、なんでしょうね、水だけ案内をしてくれる本だなと思って、うん、例えばですよ、はい、僕はここ今ここにあるんですけど、この天気と気象について分かっているというか、はいはい、この本非常に面白い、はい、好きなんですよ、はいはい、これ何が好きかっていうと、うん、この本って気象学っていうよりも、うん、その研究者面白いよねっていうところにフューチャーしてる、人種研究者という、そうそうそう、なんか変な人種に、そう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 って感じですか、お天気を研究してる研究者面白いねっていう感じなんです、うんうんうん、はい、でそこから、あ、なるほど、こういう分野があってこんなことを日々考えられてるんだっていうのは入って、うんうん、ここは割と入り口として面白いんです、はい、でそっからそもそも、でも俺天気のことあんまり考えたことなかったけど、うんうん、どうなってんのかな、うんうんうん、っていうことを考えた時にこの先ってレベル高いじゃないですか、はいはい、結構確かに、これの先に行こうと思ったら今んとこそういう本はないっていう感じですよね、そうそう、だからね、はいはい、気象学入門みたいな本に行くと、うん、いきなり式が出てくるからそうそうそう、式なしでもうちょっと3ステップぐらい欲しいところですよね、うんうん、でその最初の1ステップ目をやっぱ彼も作らないとやっぱ本当に現場で働いてる人すらも結構やっぱり今ある専門書ってきついんで、うんうん、そこだと思うんですよね、彼自身が苦労したからそういうステップを必要と、世の中に必要なんだなっていうところですよね、うん、あとやっぱりまあ彼は途中からだと思うんですけど、うん、文章だけ書いてたら行き詰まって、うんうんうん、お絵かきに走ったじゃないですか、うん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 、でそれがそのフェイスブックに落書きとして投稿されて、それがその反響を呼んだからそれ中心の本になりました、ね、うんうんうん、だからその全然雲も気象も何にも興味なかった人すらそれをシェアしたわけじゃないですか、巻き込んでね、はい、そこになんかそのちょっと僕らが今まで体験してなかったちょっとパワーというか、うん、なんかそういう可能性をすごい感じますよね、なんか原稿とか読んでてもこれちょっと読んだことないぞっていう、なのでこのイベントはある意味その人たちとのこうまず完成記念パーティーなわけですよ。まあそうですね。お祝いというか、そうだな。だから何百人の人があの本に関わったか分かんないですけど、そうそう、まあ、相当の数ですよね。うん、
だその人たちと少しでもあの、まあ、せっかくできたんでみんなでお祝いしようっていう完成お披露目会みたいな感じですね。だからなんかそのただのお祭りというよりは、うん、一緒に作った、うん、みんなとっていう感じですね、うん、そうそう。だから読者でもあるとは思うんですけど、うん、同じ読者でも結構コミットしてくれた読者いっぱいいるわけじゃないですか、うんうんうん、その人たちですね。だからその気象が好きかどうかじゃなくて、うんうん、あの本の魅力ってすごい360度いろんな方向にあると思うんですけど、うん、気象だけじゃない、うん、その絵の可愛さとか、うん、そのストーリーのなんていうかバカバカしさとか、うん、なんかそのバカバカしさが混ざってる本って、うん、そうそう、この分野ではまずなかったじゃないですか、うん、でそのバカバカしさで言うと、うん、なぜ雨が降るかっていうのを飲みすぎ、酔っ払いと飲みすぎで答えてるじゃないですか、はい、ここ飲めるんですよね、うん、あそうですねこの本屋、はい、この B&B っていう書店はですね、ビールがそうブック&ビアの B&B なんですよ。あそうなんだ、そうブック&ビアビアビア、はい、いやまあ確かにここで飲めたら気分いいでしょうね。そうそう僕飲めませんけどいやでもジンジャーエール、うんうんうん、まあでもここで飲み会ってすげえいい、うん、贅沢な時間じゃないかなっていう気しますね、うん、だから絶対ね、あもうそろそろ過飽和じゃない、いやいや俺まだ過飽和じゃないかなって話がこうできるんですよ。なるほどなるほど、うん、そうですね。そうなんかだからあの飲み屋の雑然とした感じも僕は好きですけど、うん、この結構あのこの本屋は作り込まれてますよね、うんうん、空間がだいぶ空間が作り込まれて、なんかこう、うん、なんでしょうね、割と雑多に本が置いてあるようでいて、うん、なんかだいぶ考えられてるっぽい感じ。ちょっと見渡してもらいましょうか。大体ですねこういう本のタイトルが今すごい感じなんですけど、わかりますかね。あのちゃんと整然とはしてるんですよ。整然とはしてるんだけどつまらなくないっていう感じですかね。整然とも、ね、面白いんですよね。何なんでしょうねこれ。あんまりこういう本屋ってなくないですか。整理整頓っていうのともちょっと違うんですよね。要は本の高さがガチャガチャだったりとか、ああ確かにこのねこの面白さ、 ある気になった本を手に取った時のさらにその隣が気になる感とかね、はいはい、なんかその、まあ、結構コンパクトなスペースなんで、うん、その平積みでバーンって置いてある場所ってほとんどないですよね、うん、で基本全部背拍子で空間作ってるじゃないですか。だから背拍子の色とかあえてこうばらかしに言えばなっていう気するんですよね。そうですね。なんかあえてその高さとか色とか、うん、うまい具合に揃えないようにしてんじゃないかな、うん、だからなんかそのそうバラバラなんだけど、うん、ちょっとデザインさっきなんていうんですかね、本屋に来た感じじゃないんですよ、うん、なんか、うん、研究室来た感じ。あ僕的にはなんか誰かね、うん、ああそうか、だからその人の興味によって本を選んでったら基本背拍子とか揃うはずがないだったりとか、なんかこんな感じになりそう。いやもちろんね知ってる研究室よりだいぶ綺麗なの、うん、研究室もっと汚いですけど、なんかこう研究室にある本棚の感じとなんか似てる。なるほど。なんか内容は統一感がありそうでありそれでもない、うん、なんかそう、あと結構やっぱりサイエンスもあるんですけど、うん、サイエンスのコーナーとかでもちょっと文化っぽい匂いしますよね、うんうんうん、しますね、うん、なんかその単純にゴリゴリの専門書とかは、ま、全く置いてなくて、うん、でも一般書の中でもなんかそのなんていうんですか、ね、ただの一般書じゃなくて、でもあれですよ、突然岩波の古典的名著みたいなやつドンと置いてあったりとか、ああそれ多分意図してんじゃないかな、うん、でしょう、気がしますよね。だからあえてずらして、うん、みたいな感じですよね。なんかそういう雰囲気気に囲まれてビール飲めるって結構贅沢なんじゃないですか。なんかすごい空間だなと思って、うん、すごい場所見つけてきたな、うん、なのでここでやるサイエンスパフェは今までのサイエンスパフェと全然違う雰囲気でできるはずなんです。確かに。だからその中身はその話す人たち同士が結構フラットに話せる空間にし、うん、はまあしたいなとは思うんですけど、同時になんかそのただの飲み会でっていう感じともちょっと違う、うん、そういう、まあ、せっかくの新刊イベントなんで、うん、まあ、荒研
のイケメン具合を、ね、殺さないように殺さないように ここはすごいイケメン度高いですよね。イケメン度高いと思います、はい、うん、いやなんかね、僕もねちょっと2冊ほど買ってみたんですけど、これこんな感じですよ。まあ、これが代表ってわけじゃない、代表しようがないんですけど、なんでこの2冊を選んだんですかっていうか、こっちなんか表紙めちゃめちゃじゃないですか。でこれはまた、ね、まあまあとりあえずバット直感で買ったんですけど、これ空の木って、うん、まあ空と木があったら、うん、もう文字で中身よくわかんないですけど、で自然と音とデザインとって書いてあるんですけど、これ結構ニコニコっぽくないですか、ね、うん、でニコニコ学会の絡みじゃないですか、うん、言ったら、はい、僕らここにたどり着いたの、うんうん、で、まあ、アラケンもニコニコ学会で脱皮、うん、大脱皮を果たして、うん、それで今回の新刊が出るっていうところでもあるんで、うん、なんかそのニコニコっぽいサイエンスとカンチャーの掛け算みたいな要素って、うん、多分これからその世の中に価値としてこう打ち出したいな、うん、多分僕らなんとなく思ってると思うんですよね、うんうん、なんかそれでちょっとこんな本を手に取ってみたいと思います。これはこれもデザインの本なんですけど、絵と言葉の研究、分かりやすいデザインを考えるって書いてあるんですよ。でこれなんかすごい手書き感あるじゃないですか、うんうんうん、これでね、この手書き感ってアラケンの本ってもうまさしく手書きじゃないですか。ちょっと中パラパラってやってください。これすごい本だ。これいい感じでしょ、うん、いやすげえ、こんな感じの絵ですよ。大人タバコ講座とかの人じゃないかと思うんだけど、これ大人タバコ講座だよ。大人タバコ養成講座って知ってますかね。これすげえ面白いですよ。へえ。タバコを吸う人のマナーを書いてあって、結構バカバカしいですね。へえ。で最後にちょろっといいことが書いてあって、そういう感じのタッチの人なんですけど、あこれやっぱたまたま手に取ったけど知ってる人だった。で字も手書きなんですけど、これそのなんていうか整理されすぎてないところがこの人分かりやすいなと思うんですよね。でバカバカしいのと本当に分かってもらいたいメッセージの混ざり具合もすごいデザインされてるんですよ。だからそれは言葉と絵の研究なのかなって、まあ、僕勝手に思ってまだこれから読むんですけど、それでこういう手に取ったんですけど、背表紙なんで広告アートディレクション、ブックデザイン、イラストレーションから著作までジャンルを超えて活動してきた著者がこれまでの実例を交えて書き綴った、分かりやすさの世界。これすごくないですか。すごい、分かりやすさの世界って、分かりやすさってこうなんだってとか、うん、僕ら一番その知りたい話ですよね。で、ある意味その気象学の中ではアラケンの本は、うん、分かりやすさの世界でこう今僕らが考えうる頂点というか、うん、僕らその編集者とは全然別ですけど、うん、彼の原稿をずっと見てきて1年ぐらいですかね、うん、でここが面白いとかここが分かりにくいとか、うん、ここ難しいとかこの話も入れてくれたら楽しいとか、うん、まあ、分かりやすさ追求してきたじゃないですか、うん、である意味なんかその僕らでプロデュースしてきたような感覚もあって、うん、そうするとこれちょっと気になる、うん、分かりやすさの世界、うん、で、まあ、だからこの人はこの人のオリジナリティですけど、うん、やっぱアラケンのオリジナリティってすごいと思うんですよ。最初文章だけで彼も書こうと思ってたはずなのに、まあ、222枚の、うん、イラスト、うん、パワポだけで書いたというバカバカしいイラスト、うん、某気象学のバイブルを図表の数では超えたって話からね。ああ一般気象学ですね。一般気象学は引用の図もいっぱいあるんで、うん、もうアラケンの本は本当にもうオリジナルでだけで数えたらダントツだと思いますよ。そう、そこがすごいですよね。いや普通は外部のイラストレーターとかに頼むじゃないですか、うん、こんな図をお願いしますみたいな、うん、ちょっとねこうポンチェみたいなの書いて、はい、それをパワポで全部自分で作ったってすげえなと思って、うん、でその絵がやっぱりその喋り出すわけじゃないですか、うんうん、その吹き出しが出てて実際吹き出しが出てセリフを言ってこう小芝居っぽく展開するんですけど、うん、その単純にイラストだけにもよらずに、うん、セリフだけにも陥らず、うん、で文章はそれでいてそのなんていうか全然手抜いてないじゃないですか、うん、そうそう
まず研究者が書いてる本だから文章が正しいのは普通当たり前、はいはい、じゃあ当たり前なんですけど、はい、あのよくそういう本でも図を外部に発注していることによって、うん、この図ちょっと説明違うんだよねみたいなツッコミが入るところって結構あるじゃないですか、うん、あとねやっぱりねその、ま、正しかったとしても、うん、分かりやすかったとしても著者の味が消えるんですよ、うん、結局で僕はあのこっちの本書いた時に、うん、あのイラストレートさんに頼むことできたんですけど、うん、あえてしてないの、うん、で他の書僕以外のところでイラストレートさんに頼んでると思うんですよ、うん、なんですけどやっぱり著者の色は結構大きい感じだと思うんですよね、うん、そこをもうちょっと詳しく聞きたい、うん、著者の色を伝えるそのまま乗っけておくっていうことに どんな意味を見出してるんですか、うん、なんか綺麗になってると、うん、プロの手になると、うん、もう明らかにこの人が作ったんじゃないなって読んでて思うんですよ、うんうんうん、はっきり分かるんですよ、うんうんうん、なんていうか没頭できないっていうかあその途中まで著者のストーリーとして読んでるわけですから、うんうんうん、読んでるし絵も著者の手作り感の中の世界観っていうか、うんうんうん、世界観ですかね、うん、多分、うんうんなんかそのせっかくその著者の下手さも、うんうん、うまさも、うんうん、あの面白さも含めてですけど、うんうん、ごちゃごちゃにして全部世界観だと思うんですけど、うんうん、そこにやっと染まったところにポンと全く違う人の綺麗に整いすぎたものが来るとなんかその例えばせっかく下北に来たのに、うんうん、いきなりそのサンシャイン60みたいなボンってあると違和感あるじゃないですかっていうなんかさ、うん、そういう感じかな下北来た太郎になんか銀座来ちゃったみたいな、うんうん、突然銀座成分入ってる全然その世界観違うものを混ぜちゃいけないんじゃないかなっていう、うん、銀座は銀座でいいんですけど、うん、それは多分その本の中もあんのかなって、うんうん、やっぱりその、うん、理解するっていうよりも、うん、その世界観に浸れたら本っていいんやるんじゃん、うん、で何回でも読める、うんうん、あらけの本なんて多分そのどっから読まっていいし、うんうん、何回読まっていい話じゃないですか、うん、で結果的に分かったか分かってないかを試す必要もないじゃないですか、うんうんうん、あ楽しかったでもいいんですよねでそれが結局結果的には一番理解も深まるだろうし、うんうん、なんかそういう本だと思うんですけど、うん、だからそういう意味ではなんか、うん、せっかくイベントやるとかっていうのも、うん、なんか世界観がある場所がいいのかなって、うんうんで多分アラケンさん自身がどんな世界観を持ってっていうか、まあ、アラケンさんにこんな世界だぞっていうね、うん、話をしてもらったらいいかな、うん、アラケンさんの世界観が伝わるお話をしてもらえたらいいですね、うんうん、あとはだから、まあ、僕ももちろん行きますけど佐々木京子さんとか、うん、あと呼べたらメリアム・メリアムさんとかメリアムときめき昆虫学のねやっぱあの本もすごい世界観、うんすごい作り込まれてるそこまで逆にこう異分異なる世界観としてぶつけてきてもらったらなんか化学反応しないかなと思ってて、うんうん、そうでやっぱり2人とも世界観を作ることにこだわってる人だったんですよ、うんうん、だからあそこまで作れるのに、うん、こだわってなかったら書いておしまいでいい話なんですよだからプロにあとは絵任してでいい話だと思うんですけどそれで絶対終わってねえだろこの本はって思わせるじゃないですか、うんうん、そうなんかその人たち同士が喋れることを共通してあ俺ここを思ってるよっていうのを聞きたいなっていうなんかく、まあ、ちょっとしたら違うかもしれないんですけど荒木さんの荒木さんってだいぶ雲とか好きじゃないですか、ねうん、なんか本当に雲好きでそれは目山さんの虫好きと通じるなっていうか、うん、なんかベクトルは違うんだけど、はい、何かのものに対してのその愛なんかこう、うん、人以外のものに対するこうすごい愛情みたいなのがなんか似てて、うん、確かにそれはなんかこうその愛情話を2人でしてもらったら面白いかもしれない、うん、確かにしかも2人ともなんか人に例えるのがうまいですよね、うん、その虫の話だったりとか蜘蛛の話なのにその酔っ払ったおっさんの話だとか、うん、人間世界の色恋話みたいなのにそうそうそうサクッと例えてくるじゃないですか、うん、でスコーンと入ってくるみたいな、うん、あの秀逸な例えがすっげえ似てんなと思ってそれがまあ2人の世界観の共通してるとこかなと思って、うん、全く別な方向を向いてるけどなんかセンスは似てるのかな、うんうん、
片や雲の話をしていて、片やその虫の話をしてるんだけど、それを人に例えて、だからこうなんだろうな、違うものを同じプロトコルで喋ってるみたいな感じだから、うん、だんだんこれで議論が白熱してると、それはどっちを指してるんだっけみたいな感じで、その例えは雲で行くとこうですよみたいなとか、その雲を酔っ払ったおさんでアルケンが例えたのを虫で行くとこういう感じですよみたいなのが、うん、もう自由自在な感じがするんですよ、うん、多分2人はこう美男美女だし絵的にもかなり、うん、この B&B の空間にマッチしそうな、うん、不思議なことになりそうな気がする、うん、まあ皆さん来ていただければなんですけど、まあね、まだわかんない、うん、まあでもニコニコのイベントでメレヤマさん来てくれたらもう最強です、ね、最強です、ね、うん、アラケンもそのニコニコのゲリラ豪雨の撲滅の矢の道で、うん、でまあすごい反響でしたけど、うん、やっぱりあそこで終わりたくないと思うんですよ、うんうんうん、でまあ単純にその本が売れたらいいとかそういう話じゃなくて、うん、本当に彼は撲滅への道を考えたと思うんですよね、うん、多分時期的にゲリラ豪雨真っ盛りな時ですよね、7月の下旬って言ったら、うん、だからその撲滅への道を一緒に戦ってくれる人に一緒に来てほしいなっていう、だからその荒木に興味があるでもいいですよ、うん、で単純にその雲にちょっと興味があるでもいいし、うん、その虹が綺麗なぐらいのレベルでもいいんですけど、でもゲリラ豪雨を撲滅するっていう彼の志にちょっと、うん、でも共感してくれる人には、なんかその一緒に戦うの始まりとして来てもらえたら嬉しいですよね、うんうん、僕もなんかそれでこんなイベントをわざわざ応援してるのかな、うんうん、だから僕も織田さんもそうですけど、うん、何も言われもないっていうか、メリットないっていうと言い過ぎなんですけど、うん、別にまあこのイベントによってなんかこうね、ガッポガッポ儲かる、俺らに何か入るかっていう話ないですからね、うん、でも彼をなんで応援したくなるかって、まあ、個人的に彼が好きだっていうのもありますけど、うん、まあ、彼がやろうとしてる志に多分共鳴してるんですね、うん、だそれがなんかそのわざわざここまでさせる何かかな、うん、ってことですね、うん、それで、はい、さっき の, あのプレゼント話どうしますか、はいはい、まだ企画段階ですけど、企画段階ですけど、うん、ちょっと誤解しちゃいましょうか、うん、せっかくなんで、まあ、何見てくれるか分かんないですけど、うん、まあ、やっぱアラケンの新刊出るじゃないですか、出ますね、で、まあ、イベントに来ていただいた方には、まあ、ワンドリンクついてイベントに来てもらうっていう感じになると思うんですけど、まあ、新刊イベントなんで新刊がこの本に入るんですね、30冊、うん、40冊ぐらい入りますよ、ね、1冊買っていただいた方にはすげえプレゼントっていう用意をしてはしたいと思ってるんですね、うん、でそれがまあ、このように絶対その一つしかないだろうっていうものを、うん、あ、これは用意できるなという感じに、うん、思いついちゃったんですね、うん、思いついちゃったんで、これ結構ある意味なんですかね、結構言ったら、うん、金額的にはかかりますよね、僕らからしたら僕らだから儲けっていうよりもその全部、うん、ペイバックじゃないペイバックって言ったら、これをやるためにはって、うん、話だと思うんですけど、まあ、それをちょっと用意しておこうかなと、うん、詳細はここで言わない感じですね後で言わないでおきましょうか、言っちゃってもいいんだけど、まあ、言わないと、はい、まあ、そんなにじらすような話じゃないんですけど、まあでもやっぱり本当に一緒にアラケンの志を盛り上げてくれる人に来てほしいですよね、うん、そのための方策を考えてました、うん、そういう人にはやっぱりこれぐらいのことをさせていただきたいという感じのものを用意してお待ちしております、ね、はい、はい、ぜひぜひ7月27日日曜日、日曜日、はい、夜10時、19時から、19時から2時間と、2時間ということで、はい、ぜひ楽しみにしてください、はい、ではまた。